ここは、俺たちがさっき戦った？めっちゃ見てるけど、キュレムだよね。あなたは、一体？我の名はキュレム。ここをグレッシャーパレスを司る者だ。キュレム？キュレムって、古のポケモンと言われた、あの？お前たちが行こうとしたところは禁断の場所。決して近づいてはならない。禁断の場所？あそこの先は巨大なパワーが渦巻いている。我にも近づけないほどのパワーがな。お前たちがここに来ることは予知していた。あそこに入ったら最後、二度と帰ることはできなかっただろう。ああ、キュレマ知っていたってことか。我には未来の行く末がわかるんだ。各地で何が起きるのか、この後世界がどうなっていくのか、その全てを我は知っている。そしてここ、グレッシャーパレスで、遥か昔から、その未来をじっと見守り続けてきたんだ。キュレム、このポケモンは、予知能力を持っているのか？しかも世界の行く末をも知るほどの。この先に行くことは許されない。これ以上の冒険は無理だ。引き返すがいい。わかった。この先にちょっと行っただけで倒れるとは俺も思わなかったしな。約束する。この先には行かない。でもその代わり教えてくれ。この先に大決勝はあるのか？あるのか。グレッシャーパレス周辺の物体を浮遊させているのも大決勝の力だ。わかった。ありがとう。私からも一つ、ここに、ケルディオというポケモンが来たと思うんだけど。いや、ここには来ていない、来ていないのか。え、ってなると、あの声は何だったってなるよね。外からここに来たポケモンはお前たちが初めてだ。もういいだろう。多くの試練を乗り越え、よくぞここまでたどり着いた。それは称賛に値しよう。そこにあるものは我からの褒美だ。受け取るがいい？そうだよね。ケルディオが来てなかったっていう。っていうことになるのかな。何があったんだろうな。みんなもういいわ。確かにケルディオがここに来てなかったのは謎だけど。でも考えてもわからないしね。あとケルディオが残したフリズムの声が、手紙の内容と食い違うのもわからないし。ビリジョン。投げやりになってるわけじゃないから心配しないで。ここまで来て私、わかったの？フリズムにあった、ケルディオの声。あの声は紛れもなく私の知っているいつものケルディオ。手紙のケルディオはひどかったけど、でも声のケルディオは何も変わっていない。そこまで来て、やっと気づいたの。私、ケルディオから手紙が来て、それを読んだ時から、ずっと友達というものが信じられなくなっていたけど、でも私にその気持ちを植え付けたのは、実はケルディオでも誰でもなかった。私に不信感を植え付けたもの、それは、手紙を見て失望した私自身の心だったの。手紙を読んだ私が勝手にがっかりして、勝手に作り出したものだったのよ。まだわからないことがたくさんある。であれば真実もまた別のところにあるのかもしれない。だから思ったの。だったらもう一度信じてみよう。ってね。ブリジオン。これまで私ずっと嫌な奴だったと思う。でもみんなに会えて、そして一緒にここまで来れて、やっと信じる気持ちを思い出すことができた。それもこれもみんなのおかげよ。すごく感謝している。本当に、本当に、ありがとう。
ああ、そうだよね。何よりの収穫でもあるよ。そうですね。忘れるところだった 忘れるところだったわ。さあ、重大な役割を担ってしまいましたが、何が入っているのか。命の種、ブロムヘキシン まさかすぎるんだけど。銀の針、黒い鍵、金塊スコープ、5000ポケ。金入ってたわ。こうして、リプトンズの代表外の冒険は終わり、ライラたちはパラダイスへと帰ってきました。そこに待っていたのは宿場町のみんなや、パラダイスの仲間でした。みんな代表外の話が聞きたくて仕方がありません。その日はみんな宿場町の食堂に入り浸り、土産話やお宝を肴に、朝までどんちゃん騒ぎで盛り上がったんでした。そうして次の朝。ではなくもう昼 寝ちゃったんだろうな。相当盛り上がってたんだろうね。おはよう。昨日はすごく楽しかったね。騒ぎすぎたせいかまだ眠いよ。でもいい加減起きなくちゃね。今日も頑張ろう。さあ、ということで、日常が戻ってきたのかな？遠征パートがこれで完結ということですかね。おい、モンガ。家の裏側？そっちじゃないぜ。わ、なんか遊ばれてる。新たな技を覚えていた。なんとなく分かった気がする。鋭いな。まあ、さすが俺だね。なんていうか気まずい まあそうだよね。ちゃんと冒険できたもんね。留守番といえば、留守中こっちで変わったことはなかった？ああ、それ気になるね。変わったこと？そうだな。ああ、そういえば一つだけ。たまに光が昇っていくことか。光が昇っていく？ああ、遠くの方で光の玉が空高く昇っていくのが見えたんだ。ハーデリアに聞いても今まで見たことがないって言うしよ。あれは何だろうってみんなで話し合ったんだけど、てんでわからねえんだ。光の玉ね。特に丘の上からだとよく見えるぜ。結構頻繁に登ってるようだから、
そのうちライラたちも見る機会があるんじゃないかな。それだけだ。あとは特にないな。じゃあな。ねえ、お土産大切にな。まあ、喜んでくれて何よりだね。そうだよね。でもそれだけじゃなく、エモンガはその喜びをこっちにも伝えたかったのかもね。さてと、そろそろ行こうか。今日からまたいつもの生活の始まり。ですね。まあ依頼とかやっていきましょう。で、丘の方になんかたまに見えるよみたいなのがあったんだけど、それはおそらくイベントが入ってくるんですかね。ってなると、やっぱ依頼なのか？ですね。まあ一応丘行ってみるだけ行ってみよっか。まあ何もなかったらなかったで。あ、だからいろいろ行けるようになってる。ちょっとあの辺のダンジョンで依頼こなそっか。今日は見えないけど、でもみんなが代表課に行ってる間に光が昇っていくのが見えたんだ。うん。じゃあエモンガが知らせてくれるのかな。よし、じゃあ依頼をこなしていきましょう。で、9時ですね。わあ、そういうこともあるんだ。そういうこともあるんだ。気まずいな。気まずいな。めっちゃお金あるな。10ぐらい買っとくか、今回。これ全滅したらすげえ悲しいんだけど。まあ、1個ぐらい当たってくれるでしょう。ということで、あとはどうしようかな。畑の方も回収できるか。オッケー。じゃあまた植えましょう。で、木の実種で、なんか買っとこっかな。睡眠の種とか、この辺欲しいね。フラフラの種。冷やしってなんだっけ？あー、悪い状態回復か？まあでもとりあえず、この2つでいいかな。よし、ということで、行きますか。あと、できることなら開拓とかもね、進めていきたいなーっていう気持ちもあるんだけど、グレードアップもね、魅力的なんですよね。あー、一応できるんだね。涼しげな壁。やっちゃおっか、じゃあ。ただ、まあ、グレードアップ優先で行こうかな、現状はね。まあ、できそうになかったら何か新しく作ってもいいかもしれないけど。あざます。めっちゃくれる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 。で、あと V ルーレット、何かな？今日は地面か。一応やるだけやるか、じゃあ。さあ、ということで、草道場をね、一応作っとこうかなと思います。初めて道場系ですね。まあ、グレードアップもね、9時のお店、グレードアップしようかなって思ったけど、ちょっとまだ道具足んなかったんで、道場を作っちゃいましょう。ヤナップか？よーし、ということで、秘訣とかもそういえばあったね。威力の秘訣。ああ、そういう風に使えるのか。あ、でもなんか、もうワン段階上のやつあるからな。ギガドレイン見込んでちょっと、今やめといた方がいいかもしれないな。鶴の鞭を
使い続けるとかさ、メガドリンをこのまま使い続けるとかだったらいいかもしれないけど。ってなるとこっちで、まあでもどっちで鍛えても変わんないか。まあでもやるだけやっとこっか。お金あるし。ぬぬぬぬぬぬ。あー、一日一回みたいな感じか。良い子の技修行。そうだよな、まあ、あれだけぬを並べられたらな、それは一日に何回も頼めませんよね。まあ、ぬのハンカチぐらいですもんね、せいぜいあって。じゃあ、この、ニャルマを懲らしめに行こっか。赤土の大地でいいかな。ということで、新しいダンジョンに、これから向かっていきます。で、もう一個ね、あるんで、また依頼をこなす必要があれば、次はそっちに行きたいかなと、そんな感じなんですが、結構レベルも上がってるかな？あ、また雰囲気だいぶ違うな。え、待って。地面だよね、今日。目黒子さん、やばくない？ちょっと気をつけよっか。まあ、レベル的には、意外と大丈夫か？よいしょ。オッケー。ガンガン飛ばしていきまーす。てかさ、音楽めっちゃ良くない？結構好きだなー、ここのダンジョンの赤土の大地。一応踏んでくか。なんだろう、この盛り上がりっていうかさ、めちゃ良くない？階段ここまで引かないもんなんですかね。ほとんど制圧しちゃったんじゃない？この街。ここだー。オッケー。まあ、レベル的に大丈夫でしょう。倒して。よかったー。階段あったわー。お、レベル25、ありがとうございます。技を覚えますね。叩きつけるか。結構いいね。体当たりと変えちゃいましょうか。お、目黒子さん仲間になる。しちゃいましょう。ありがとうございまーす。あ、渦が。渦のダメージが。あ、デスマスも仲間になる。しちゃいましょう。やべえな、苦手な4匹体制になっちゃったけど。まあいいや、頑張ろう。頑張ろう。まあ依頼的にも9回なんで、なんとかもうちょっとなんで、頑張っていきたい。行きたい。階段こっちかな？こっちっぽい。意外と一本道が続く。あったなぁ。ギギエルさんがいるね。多分強い系かなぁ。一応階段の上に乗って、ちょっとワンパンチだけやってみるか。えい。あ、これ強い、強い系だ、多分。これは強い系だ。ということで、どうしましょうか、どうしましょうか。これなんか足元とかなかったっけ？あ、あるよね、やっぱり。OK です。これで移動しましょう。さあ、外側にいるのが敵だよね。外側にいるのが敵だよね。オッケー。まあ、相性的に多分デスマスさん耐えてくれると思うんで、先にこっち倒して。で、選手交代。オッケー。これどうしようかな。もう行っちゃうか。この部屋にあるし、階段。さあ、ということで、いよいよ、ニャルマーさんのお出ましかといったところなんだけど、いるね。オッケー。ちょっとあの玉気になるけど、
倒そう、倒すことに集中しましょう。じゃあ鶴の鞭で連発でいこう。オッケーオッケーオッケー、みんな畳みかけろ、みんなでタコ殴りじゃ。オッケー、ありがとうございます。意外と早かった。まあ、ぶっちゃけこのままね、探索続けちゃってもいいんだけどね。やっぱまあ、勝ち逃げ大好きなんで勝ち逃げしていきます。さあ、じゃあまあ、あとはちょっとヌオさんにね、もう GOD ヌオさんに任せてね。あ、これ進みそうですね。ここで記録画面が出るということは何かがあるんじゃないか。な、久しぶりに夢回来る。これは久しぶりの夢の中だ。声が聞こえてくる。前より聞き取りやすい。もう少しだ。もう少しで、声が。次の朝。進展あるのかな？フェードアウトしちゃったけど。なんかぼーっとしてるね。もしかしてまた夢を見たの？そっか。久しぶりね。前よりよく聞こえるようになったって？それって、やっぱり波長が合ってきてるのよ。それじゃんきっと、もう少しではっきり聞こえるようになるんじゃないかな。そうかもしれない。いつも意識が途中で切れちゃうけど。それがなければちゃんと声が聞こえそうな気がしたし。声の主が分かったら助けに行こう。私も一緒に行く、ピカチュウ。この世界にライラが呼ばれた理由を私も知りたいしね。だから協力させてね。めっちゃいい子、めっちゃいい子。ということで外に出ましたが、ちょっといい？さっきの夢の話を聞いて少し思ったことがあるんだけど、ライラがなんでポケモンになったのかわからないけど、多分何かしらの役目とか意味があってこの世界に来たと思うの。だからライラはそれを探すべきだし、やり遂げるべきだと思う。でももしもそれが終わったら、自分の役目を果たしたら、やっぱり人間の世界へ帰ることになるのかな。まあシリーズを通してきてるとはいえ、まあ、辛いよね、その時が来ると。でもまだわかんないよね、どうなるかなんて。どうなるかわからないなら、私は、ずっと一緒にいたいな。わー。どこまでいいやつなんだお前ってやつは。ピカチュウがあまりに無邪気に言うもんだから、つい約束しちゃったよ。いやー、あの可愛さ見るとなー。それにしても、自分がここに来た意味って本当に何なんだろう。もし何かしらの役目があったとして、それが終わったら自分はどうなるんだろう。ありがとう、これからもよろしくね。よろしく。さあ、ということで依頼ですかね。